まさか貴様の方からやってくるとはな。ベジータ、腕を落としたようだな。その戦闘力じゃ貴様に勝ち目はないぜ。じゃあいいものを見せてやろう。この俺が地球に行った時、奴らから面白いことを学んだ。け、逃げ足の速さをか。戦闘力のコントロールをだ。バカな。19,000、20,000、22,000、22,000。どう。故障だとは思うが、ベジータにセットしたスカウターの数値が22,000を超えたあたりで。22,000だと？お前のスカウターは旧型だからな。俺ので正しい数値を調べてやる。そんなバカな。俺の新型も故障か。24,000まで上がっている。我々の戦闘力を上回るというのですか。死ね。俺とお前は互角の強さのはず。なんてめえ。この俺は体育実戦で戦っていたんだ。地球じゃ死にかけるほどの戦いだ。フリーザのところでぬくぬくとしていた貴様と、いつまでも互角だと思うか。やりえ、そこは。待てよベジータ、いいことを思いついたぜ。俺も一緒にやらせてくれ。手伝ってやるぜフリーザ様。いや、フリーザは俺も前から気に入らなかったんだ。悪くねえだろ。くだらん嘘をベラベラと、とことんムカつく野郎だぜ。汚ねえ花火だ。うはあ、ベジータの24,000って数はやっぱり本物だぜ。あっさりとキュエのやつをやりやがった。驚くことはないでしょう。ベジータは絶えず最前線で戦ってきたわけですしね。それにしても無謀でしたね。この私に表立って反逆し始めるとは。フリーザ様、あちらの方向にナメック星人10匹ほどの反応が。わかりました。持っているといいですね。5つ目のボール、さあ行きましょう。おしまいだ。ブルマさん、
とりあえずここを離れましょうよ。もっと強いやつがやってくるかも。まずどこかに隠れないと。ナメック星人さんの家とか洞窟とか。なんとかなりますって。きっとナメック星人さんが宇宙船直してくれますよ。いいわね、楽観的で。いつまで暮らさなきゃいけないの？あ、クリリンさん、向こうに木を感じませんか？あ、本当だ。さっきの連中とは違う感じの木だな。今度こそナメック星人かも。あ、隠れろ。あっちから別の怪しい木が近づいてくる。グロンさんも早く隠れて。絶対にさっきやっつけた奴らの仲間ですよ。え？来た。行っちゃった。でも今のは一体何だったの？ブルマさん、ドラゴンレーダーで確認してください。4つのドラゴンボールが集まってましたよね。持っていたのはあいつらかどうか。そうよ、間違いないわ。今のは やっぱりそうか。ゴハン、見たか？はい、ものすごい力を感じました。あのチビ、ベジータよりもっととんでもないかもしれない。ベジータより強いって、そんな。ちくしょう。あんな奴らからどうやってドラゴンボールを奪うんだ。ブルマから連絡を受けた亀仙人は悟空にブルマたちの緊急事態を伝えた。だが悟空はこんな時のためブリーフ博士へ宇宙船を作ってもらうよう頼んでいたのだ。この悟空が赤ん坊の頃乗ってきた宇宙船を改造した宇宙船であれば、新しくできた船図で一気に回復した悟空はすぐにナメック星に向けて出発した。それじゃあオラ行ってくる。早速宇宙船の人工重力装置を使って修行しねえと。6日間でベジータを超えなきゃなんねしな。ねえ、さっきの連中ここのドラゴンボールにまっすぐ向かってるわ。そこの位置は？さっきクリリンさんが今度こそナメック星人かもって。俺そこに行って様子を見てくる。僕も行きます。ちょっと待ってよ。私一人でこんなとこに置いとく気？ここの方がずっと安全だと思うけど。そういえばそうね。わかったわ。この洞窟の中にカプセルで家を作って待ってる。ゴハン、なるべく木を抑えながら急ぐんだ。はい。軌道のフリーザ一味、ナメック星人の少年を救え。やっぱりナメック星人さんたちの村があるんでしょうか？多分な。できるだけ急いだ方が良さそうだ。
やつら何やってんだ。神様やピッコロとそっくり。私はドラゴンボールとやらを集めているフリーザというものです。ここにドラゴンボールが一つあると思うのですが。知らん。そんなものは持っておらん。クククク、そんな低い戦闘力でよくしらを切れたもんだ。あの機械でこの広いナメック星に点在するわずかな村の我々を探し出したのか。他の長老たちはとても素直に教えてくれましたよ。素直だと嘘を言いよって。いえいえ、こうしたら素直になられましたよ。ザーボンさん、見せてあげなさい。はっ。なっ。これでお分かりのはずでしょう。これ以上意地を張ると次はその子供が死ぬことになりますよ。なんてやつらだ。ひどい。ドラゴンボールを集める目的は。なーに、つまらない願いですよ。私に永遠の命をいただこうと思ってます。この者がたとえドラゴンボールを集めても願いを叶えることはおそらくできまい。やむを得ん。だが約束しろ。子供には絶対手を出さんと。そうそう、初めからそうすればよろしかったんですよ。これを持ってとっとと達者に。ついでにあと2個のドラゴンボールのある場所も教えていただきましょうか。ドラゴンボールは7個集めないと願いは叶わないのでしょう。ふざけるな。我々ナメック星人は仲間を売るような真似だけは死んでもできんぞ。やれやれ、あなたもですか。やっぱりあなたも子供も死んでもらいましょうか。逃げろ、デッデ、逃げるんだ。はい。さあ、しまった、スカウターが。これでもう我々を見つけられまい。皆殺しだ。あいつら。こんなガキぶっ潰してもつまらねえがな。まあとりあえず死ねえ。やめろ。なんだてめえは。お前なんか僕がやっつけてやる。ごはん。
ご飯、隙を見て逃げるんだ。頭を冷やせ。逃げるんだ、早く。追うんですよ、ドドリアさん。捕まえなさい。目いっぱい飛ばせ。捕まったら最後だぞ。はい。ダメだ、ヤツの方が早い。追いつかれる。そうだ、ごはん、この子を頼む。の方を見るなよ。これでも食らえ、太陽拳。うわっ、逃げ。やった、うまくいったぞ。ごはん、隠れるんだ。はい。おのりどこに行きやがった。助かった。とりあえずブルマさんのところに戻ろう。お前、空飛べるか。はい。助けてくれてどうもありがとう。ねえ、君なんて名前なの？デンデ。ん？フリーザのところから誰か離れたな。この木はドドリアか。ちょうどいい。今の俺なら奴一人くらいやれる。今フリーザと出くわせば俺は終わりだ。慎重に動かねばいかんな。ビジータ。よう、ずいぶん久しぶりだな、ドドリアさんよ。貴様が単独になるのを待っていたんだ。フリーザさえいなければなんとかなりそうだからな。ずいぶん生意気言ってくれるじゃねえか。おとなしくそのスカウターを俺に渡して消えるんだな。そうすりゃこの場だけは見逃してやるぜ。そうか、ナメック星人の村を襲っていた貴様らの音声が途中で途絶えたからもしやと思ったが、やはり貴様らスカウターを全てなくしたようだな。こりゃいい。これで俺が近づいても分かりはしない。こいつが欲しかろう。渡す気になったか。なんで壊しやがった。そいつがなければお前もナメック星人たちの居場所も分からんぞ。俺が言った地球という星のやつらはスカウターなんぞなくても相手の強さや居場所が分かっていた。地球にいた俺と同じサイヤ人もその特技を持っていやがった。だったら俺にだってできるはずだろ。分かったぞ。俺が追ってきたチビどもは地球人だな。貴様、地球人と手を組みやがったのか。地球人だと？地球人がこんなところまで来るわけなかろう。何を寝ぼけてやがる。そんなことより、なんでさっさとかかってこないんだ？わかっているぞ。貴様は俺が以前よりはるかに強くなったことを知り、恐れているんだ。スカウターで見たんだろう？俺の戦闘力を。あんな数値は間違いだ。スカウターの誇張だ。何を怯えて。さっさとかかってこい。これを見くびるなよ。覚悟しやが
俺たちサイヤ人は戦うたびに強くなる。相手が強ければ強いほど俺も強さを増していく。地球で死にかけた俺ははるかにパワーアップした。それが戦闘民族サイヤ人だ。俺を このまま見逃してくれればある秘密を教えてやる。お前たちサイヤ人の星、惑星ベジータのことだ。何？さっさと言え。お前たちサイヤ人の惑星ベジータは巨大な隕石がぶつかって消失したのではない。サイヤ人の中のほんの一部にはお前のように飛び抜けた戦士が生まれ増え始めた。力を持ち始めればいつまでも従順に命令を聞くような民族ではないだけに、フリーザ様はあの時点で手を打っておく必要があるとお考えになった。そしてフリーザ様自らが惑星ベジータをサイヤ人もろとも消し去ったのだ。だがベジータ、フリーザ様に感謝しろよ。お前の天才的な腕は使えそうだったので、わざわざお前が星にいない時を狙われたのだ。さすがにショックが大きかったようだな。勘違いするな、ドドリア。俺には星や仲間や親たちのことなどどうでもいい。ただそうとは知らず、ガキの頃から貴様たちにいいように使われていた。自分に向かっ腹が立っただけだ。うわー、フリーザ様。フリーザはサイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。
スカウターから聞こえたフリーザたちの通信によれば、ドラゴンボールというやつは7つ集めんと効果がないらしい。とりあえず残り2つ、いや1つだけでもドラゴンボールを手に入れておくのが先決だ。そいつさえ俺が隠してしまえば、フリーザたちは7個すべてを揃えることができなくなる。そしてフリーザたちの隙をついて、奴らの持っている5個をいただくんだ。やっと戻ってこれた。何のんびりしてたのよ、あんたたち。のんびりだって。ん？何？その小型のピッコロみたいな子はひょっとしてナメック星人っていうやつ？はい、ベンデと言います。ふーん、何かいろいろあったみたいね。そうだ、さっき父さんから嬉しい連絡が入ったのよ。え、なんすか？孫君がここに向かって飛び立ったの。到着はなんとたったの6日後。しかもすっごい修行をしながらって話よ。お父さんが？やったー！キャッホー！悟空のナメック星到着まであと6日。